ケニー・ファンヒュメルは、オランダ、アルンヘム出身の自転車競技選手。ジュニア、アマチュア時代は、ロードレースのみならず、トラックレース、シクロクロスでも、実績を上げた。2006年、スキルシマノと契約を結んで、プロ転向。2009年、2010年、2011年、2012年、バカンソレイユ DCM に移籍。スプリンターである、彼は、山岳ステージを大の苦手としており、 2009年にツールドフランスに初出場すると、第2ステージ最初の3級山岳にて、最初に集団から離され、山に対する弱さが浮き彫りになった。しかし山岳コースを苦手とする、スプリンタータイプの選手が何人かリタイアする中、ピレネー、アルプスの両山岳ステージにおいて、収容者に追われながらも常に制限時間すれすれで、ゴールした。両方とも1 0 0トル以上を、 グルペットにも入れず個人タイムトライアル状態でゴールするという体力的には非常に厳しい状態であった。フランスのスポーツ紙レキップから史上最悪のクライマーと皮肉交じりに取り上げられる一方で、両友のベップ氏のはツイッターでファンヒュメルを超人と称賛し、ランス・アームストロングもこれに賛同した。こうしてファンヒュメルは一躍、世界中の自転車ファンの注目の的となり、 沿道のファンの声援も日増しに大きくなった。しかし、アルプス最終ラウンドとなる第17ステージ、約 88km 地点の下りで転倒し膝を負傷、病院へ運ばれ、リタイアとなってしまった。にもかかわらず、最下位であっても必ずゴールしてくれるはずと、期待していた大勢の沿道のファンたちが口を揃えて、ケニーはどうしたと叫んだという。 苦渋のファンヒュメルペナルティにより、ステージ4連勝は幻に三角勝、各カテゴリーの目安を参照。自転車レースでは一人で走るより、二人以上で、先頭交代しながら走った方が、空気抵抗が軽減され、体力を温存できる。別府市これのツイート、ランス・アームストロングのツイート日刊スポーツ2009年7月23日、不記事、ありがとうございます。